どうもチームシック中村です。激落ちくん、激落ちくん、落ち落ち V キング、靴ずみワックス、シリコンスプレーとなるとあれでしょう、どっかで見たことがあると思います。そうです、鉄チャンネルさんでやってたこちらの商品を使って、ガラスの枠のゴムのところをきれいにしていきたいと思います。鉄チャンネルでやってたのの検証、検証っていうかパクリ、まるっきりパクリです。いいものはパクっていこうということですね。とこんな感じで準備しました。あとこういったものを買いました。首に引っ掛けて、まあ、手元を撮影できるっていうものですね。中村オズモアクションっていうアクションカムを使って撮影してるんですけれども、それが引っ掛けられるものです。今回こちらを使って撮影していきたいと思います。鉄チャンネルさんではマスキングテープを使ってやってたんですけれども、ドアのこういうところですねも綺麗にしていきたいなということで、マスキングテープなしでやっていきます。まあ、鉄さんのこのやり方のいいところは、それ用のもの、商品というかを使わずにやってるっていうところで、まあ、この激落ちくんじゃないや、なんだっけ、落ち落ち V キングス、これもまあ家にあったし、まあ、靴積みも家にあったもの、まあ、今回これ用に買ったっていうと、このシリコンスプレーだけなんで、まあ、費用的にも全然かかってないですね。いいものはパクります。この辺の水垢はあまり落ちないのかな、落ちないみたいですね。やっぱりここら辺がコンパウンドになるのかな。まあ、古い角質を取っていくようなイメージでしょうか。汚い液体が垂れていきます。ああ、これも黒に色塗りたいな。こういうところの際の、これ水垢だと思うんですけれども、水垢はなかなかこうスポンジでは落ちないですね。まあ、その分車体にダメージも少ないと思うので、まあ、これはこれで良しなのかな。とにかく汚い。このね、まあ台所で使うのかな、こういうスポンジを使うっていう発想はさすが女性だなと思いますね。この実家にたまたまお袋が持ってたスポンジがあったんで、まあこれやってみようということでやってます。まあ、わざわざこれ買うっていうことしないもんね。まあ、普通するのかな。マジ汚い。これで体磨いたら古い角質取れるのかな。このオズモアクションの欠点はバッテリーの持ちが恐ろしく悪いっていうところです。GoPro もそうらしいんですけど、この辺は何ともなんないですかね。まあ、そもそも、まあ、今目の前にあるものを使って利用して何かするっていうのは結構好きで、お金出して買って何かするつけるっていうのは、まあ、お金出せば何でもできちゃいますもんね。まあ、そもそもこういう DIY も必要ないわけなんで。シリコンスプレーいらんかったね。シリコンだ。シリコン。なんかでは。ね、これシリコン。強いんだ。シャトルが。買ってきたシリコンスプレーを
これシリコンなんだ。乾いた布で拭き取る。めっちゃ綺麗になりましたね。全然違う、全然違う。2回行っちゃうことすごい。いやこれ本当シリコンスプレーいらんな。いるか。まあせっかくだから拭いとくか。まあシリコンスプレーなんで金属についてもいいっていうことで、まあこのまま拭いていきますが、うわここ、うん、じゃうわ取れんくなっちゃった。気づいてたのかな。こうすごい綺麗。ここもね、こういうところは落ちないですね。歯ブラシかな。このサイドミラーも見違える感じですね。こんなに変わるの。いや鉄さんすごいよ。すごい鉄さんもっと丁寧にやればいいんでしょうけど、まあある程度綺麗になったら満足になっちゃうんで、これで OK ですね。こういう縁のところですね。ここはあのスポンジでもメラニンスポンジ、メラニン、落ちなかったですね。この辺はコンパウンドなのかな。こういうとこですね。こういう間、黒いところは黒くいいっすね。これシリコンスプレー粘度が低くて洗浄力も低い、持続力も低い、残りにくい。用途鍵穴、金属、プラスチック、ゴム、木、敷居、ファスナーなど。特徴艶出し。読めない。静電気防止、小さすぎ。簡易防水、布には使用しないでください。簡易防水にも効果ありますということですね。ガラスに塗っていいのか書いてないですけど、まあ、金属はいいみたいなんで、ただ持続力はないみたいなんで、まあ、こんな感じですね。いや黒くなった、すごく変わりましたね。いいじゃないですか。こんだけ黒くなってくれれば満足。やった甲斐がありました。指は爪が黒くなりますね。手袋はめてやった方が良さそうです。